岡さんがその10代の時にその、はい、イメージしてたこういう風になりたいというか、その決め手になった。そうですね、でも大きい、はい、もう核としては、僕の核としては、ものを作る人間になる、ものを作る人が一番かっこいいって、うん、もうずっと思ってたから、まあ、走りも速くなかったりしたんで、それちっちゃい頃からね、そう運動できるタイプじゃなかったから、うん、逆にそう思い込んでいったんやと思うんですよ。やっぱ小中学校の時で走り速いやつがモテるじゃないですか、うん、そうですね。いや俺の方が絶対あれやしっていうので、そのいや、そういうコンプレックスから抱え始めたんが、はい、俺はものを作るぞと。あ、いや、お前らはもうそのまま行っても多分うん、あの今ピークやからっていう感じのことを思うようにしてたんです多分、うん、ははは、めっちゃわかります。運動できへんから、ひがみからのスタートかもしれないですね俺おもろいねんっていうのが多分心の支えだったんですね、はい、そう、ものを作る人になりたいがあったんで、はい、まあ、絵を描くか、まあ、造形をするのかっていうことですよね、はい、何かしらそういう感じではあったんですよね。当時じゃあそのかっこいいぞみたいな誰か背負ってたんですか？もうぼんやりです。ああ、そうですね、ぼんやりもピカソかっこええなと思ったりしてたし、はい、お笑いでも、まあ、やっぱベタにダウンタウンさんってやっぱりうわ面白いなって。なるほどなるほど。映像じゃないですかあの人のお笑いって、はい、どっちかっていうと、はい、なんか違うって思う人もいるかもしれないですけど、うんうん、なんとか僕の印象ですよこれは、はい、あの人は映像をこう言葉、まあ、逆にあの人が言った言葉でこっちが思い浮かべれる映像がすごい面白いから、あ、なるほど、笑ってしまう、もしくは家にお布団の中で僕が思い出して笑えちゃうっていう笑いだったので、はい、まあ、すげえなと思ってましたけど、板尾いつじさんにちょっと憧れたっていうか、うん、そっちにすごいなと思ってたのが、あの人普通のことを言っても面白いし、どんな単語を喋らはっても面白い、あの雰囲気はどうやったらモテるんやろうなっていうのはずっと考えてたことがありました。へえ、あの雰囲気どうやったらモテるんやろうと思って。恥ずかしながら僕あの板尾さんの存在って俳優の方だと思ってたんですね。いつじさんですね、はい、気づいたらドラマとかに出てる方で、はい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 、まあ、気づいたらとか物心ついた時にその、まあ、ただそういう雰囲気、はいはい、何言ってもなんかこう締まる感じっていうのはすごくあって、何なんすかねあれは、すごいなと思ってあれはだから努力で持てるもんじゃないんだろうなとは思いますけど、ぼんやり。でも憧れてたっていうか、早く僕もその世界に行きたいと思ってたのは、はい、やっぱ僕関西圏なんで、夜中に若手の芸人さんの番組もやってたんですよ、はい、関西は。へえ、もうネタ番組とかも多かったんですよね、うん、でそこで出られてた、それこそ今もう全員売れてはるわ、すごいな、千原ジュニアさんだ、千原兄弟さんだったり、ははははジャリズムさん、お一人は落語家になられて、うん、あと大変、もうそれこそヤバクさんもそうですし、うん、すごい、もう全員売れてはります、あの辺。へえ、はいはい、サバンナさんとか。そう思うと結構映像というか言葉で映像をこう表現するみたいな人たちを結構見て育ってきましたね。ジュニアさんもきっとそうです。ジュニアさんもそうですし、まあ、クッキーさん、ヤバクさんもきっとそうだし、ヤリズムさんはあれですよね、桂今サンドさん、サンドさん、昔は世界の鍋やつさん、あ、つむさん、ね、鍋やつさん面白かったんですよ。多少やっぱ影響っていうか、そういうのもありましたね、刺激的なものもあった。あそこに行きたいって思ってたんですよ。だから二丁目劇場に俺も出るんやって中学生ぐらいの時に夜中に思ってて、で、まあ、自分が高校出てってなった時にはもう2丁目劇場がなくなってしまって、うーん、まあ、ベース吉本っていう若手の小屋になったんですけど、あ、はい、まあ、そこに行くことにしたっていう感じですよね。で、まあ、だから、まあ、そういう表現者みたいなものに対する憧れっていうのは、まあ、ずっと持ってたっていうか、うーん、僕もそうなるって
思い込んじゃうタイプなんで、はい、幼少期から僕は何か作る人になんねやろうなだったんですよ。へ、なりたいじゃなくてなるんやろうなやったんですよ。なるほど、もう頭の中でイメージされたんですか、はい、こういうもの作るみたいなもん、はい、いやもう絵描きさんか何かは知らんけど多分何かを作る人になるんやろうな俺はって思って生きてきたんですよ。へえ、はい、すごいですね。何か何かになるっていうだけが何かになるんやろうなっていう、はい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 、家具職人になってるかもしれないし分かんないですけど、なんかそういう感じだったんですよ。でまあその中で、まあ、最終的にお笑いっていう世界がすっごく楽しそうに魅力的に映って、うん、でなんか知らんけど、うん、俺はおもろいねんっていう謎の自信があったんでもう5秒ぐらいで打ち砕かれるんですけどそれってそのもう表現の仕方が出力方法を知らなさすぎるからやっぱりみんな入った時って俺おもろいねんがいっぱい来るわけですけど、はいはいはい、よくあれですよね。そっからまあいろいろ勉強していって漫才の形作れるようになったりとかしていくんですけど、はい、まあ、一回ちょっとおられますよね全員。